どうもー、ミツでございます。今回は、緊急事態宣言解除後初、講演会参加の感想、ということについて動画を撮っていきます。で、今回はですね、ちょっとね、鳥くんにも時々ちょっと参加してもらおうかなと思ってるんですけども、まあ僕の動画なんですけども、いろんなね、ジャンルのことは話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに、わかりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。まあ、あとは動画が面白かったとか、興味ある動画だけでも見るよって方は、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあですね、話していくんですけども、まあ僕ですね、いろんな方のね、講演を聞いてまして、まあ例えばですね、まあ1年以内ぐらいでね、有名な方っていうと、まあ、例えばね、小泉純一郎元総理だったりとかですね、あとね、おじきこと、経済評論家のね、須田慎一郎さんとか、まあ、ちょっとこわもての方ですよね。いろんなね、YouTube の番組でも、活動たくさんされてるみたいですけども、まあ、あとは、女子バレーのね、監督の柳本監督とか、まあ、そういうね、有名な方の話もいろいろ聞いてるんですけども、例えば、あとはね、お医者さんの話とか、まあ、大学の先生の話とか、まあ、こういうのがね、一番多いんですけども、まあ、あとはですね、まあ、そういうね、いろんな医療関係者、まあ、薬剤師さんとかね、そういう理学療法士さんとか、作業療法士さんとか、まあ、かといえば、ですね、そういう薬物依存とかですね、パチンコ依存とか、そういう依存症の話だとか、まあ、トランスジェンダーって言ってね、その心とね、体がこう一致してないと。まあ、そういうような形で、性転換のね、手術を受けた方とか、まあ、幅広く聞いてるんですけども、まあ、結局ですね、コロナがね、蔓延したっていうことで、まあ、3密はダメだっていう話になって、まあ、講演会やなんかもですね、もうピタッとなくなったわけですよ。それで、一番最後ね、じゃあ、いつ出たかっていうと、2月の末なんですよ。2月のね、27とか8あたりですね。まあ、資料も残ってるんでね。まあ、見れば正確な日付もわかるんですけども、まあ、その時っていうのは、もうね、ほとんどの講演会がですね、中止になってて、僕ね、その講演会に3回電話かけてんですよ。本当にやるんですか、やるんですか。前日と当日と、3日前ぐらいもかけてますかね。まあ、そのぐらいですね、もうありとあらゆるものが中止になって、まあ、ほとんどやらないとなったのが2月だったわけです。それで、まあ、2月はね、ほとんどなくて、3、4、5、なしと。でね、もう今年全くないんじゃないかと思ったらですね、6月に入って、まあ、とあるね、講演会がやるっていう情報を聞きつけまして、それにね、まあ僕も、のこのこのことね、参加してきたんですけども。でね、じゃあどんな感じだったかっていうと、まあ当然ですね、ちょっと上の方のね、上層階にあるんで、まあエレベーターに乗ってね、行くんですけども、まあそこは当然ね、普通ですけど、まあね、そのエレベーターに乗る前にこう、消毒スプレーとかはね、ありますけども。で、まあこうエレベーター出て、まあ、行くとですね、また結局スプレーがあるわけですよ。受付の方がいてマスクしてっていう。まあ、この辺はお馴染みなんですけども、で、こう部屋に入るとですね、僕ね、その公園って今までも出たことがあって、その部屋にも行ったことがあるんで、部屋に入っていくと、通常すぐですね、まあ、だからイメージで言ったら、まあ、入ってすぐ、まあ、この辺にね、受付があって、まあ、名前をね、言って、私これですとかっていうわけですよ。それがですね、受付がもうガーッとね、もう、10メートル以上遠い部屋のぐーっと奥の方にあるわけですよ。それで、結局ですね、その受付のこうブースがあるんですけども、その前にこうね、線が引っ張ってあって、ここまででね、止まってくださいと。距離を取って、受付してくださいと。まあそういうような感じなわけですよ。それで、まあいわゆるですね、公民館とかね、そういうところに行くと、組み立て式の机ってあるじゃないですか。3人掛けぐらいの。で、今まではですね、その机に、まあ3人でね、座ってる。通常ね、まあ端に座って、席がいっぱいだとね、すいませんとか言ってこう入れてもらったりするじゃないですか。でも、
その会場にね、この前行ったらですね、3人掛けの机にですね、1人で座ると。まあそういうスタイルなんで、結局ですね、今までのもう3分の1ぐらいしか、その定員としてはね、まあ取れないわけですよ。まああとはですね、その講師の先生が、まあね、最初はマスクしてましたけども、その、ね、お話を聞きに来た方、聞きに来たね、方との距離が、まあ2メートル以上離れてたっていうことで、まあマスクはしないでね、話はしていたんですけども、講演が終わるとですね、まあ質問タイムみたいなのがあるわけですよ。それで、まあそのね、係の人がこうマイクとかこうやって持ってって、マイクを渡してね、まあこう質問するっていうスタイルなんですけども、その時はですね、その係の人がね、マイクをこうやって向けると、その質問者にね、マイクを渡さないで、横からですね、例えばね、じゃあこういうような形でいたら、こう横からね、こうマイクを差し出して、こう質問してもらうと。で、終わったらこうマイクを取ってですね、一回一回消毒して、まあ質問にね、してもらうと。まあそういうスタイルでやってたわけですよ。まああとはですね、そのね、まあ講演が終わって、帰るときですね。まあエレベーターで通常帰るんですけども、そのエレベーターね、大体ね、12、3人乗れるエレベーターなんですけども、そのエレベーターにですね、4人しか乗っちゃダメですと。それで、4人ね、入ってもらって、その係の人がいてですね、まあそういう、なんていうのかな、人数を確認してこう降りてもらうと。まあそれを繰り返すんで、まあその時ですね、まあ大体ね、40人弱ぐらいいたんですけども、まあね、エレベーターに乗って、また降りてね、上がってくるまでってまた時間かかるわけですよ。だからですね、まあ、元気な方っていうかね、まあ余裕のある方は、まあ階段でね、帰ってくださいっていうことで、まあ僕はね、高層階の方でちょっと大変だったんですけども、まあカバンを持ちながらね、もう階段で帰ったんですけども、まあそういうような形でですね、まあ結構厳重に、管理というかね、まあそういう形では開催されたんですけども、まあ僕の感覚としてはですね、まあ今年いっぱいはね、そんなもう、50人以上とかね、まあ50人と言わなくても、まあ10人ぐらいね、集まるものについても、ちょっと難しいんじゃないかなっていうふうに思ってたので、まあ6月のね、頭頃に、そういう公演が、復帰してくれたっていうのがね、すごく嬉しいんですけども、なかなかね、それに追随するものがあるかっていうと、まあ今年はですね、なかなかそのやらないっていう、まあそういう可能性が高いんじゃないかなというふうに思いますね。まああとはですね、その今までやってた講演でも、そのズームをね、使ってやるとか、まあそういう案内を出しているところもありますし、まあ今後はですね、やっぱりその一つの部屋にね、大人数の人が集まって、お話を聞くっていうスタイルからですね、やっぱりそういうアプリを使ってね、自宅にいながらその話を聞ける、まあそういうスタイルの方に変わっていくんじゃないかなというふうには思いますね。ただやっぱりね、その時ちょっと気をつけてほしいのが、その自宅だとね、この自分が映っちゃいね、映ってほしくないものが映っちゃったりとかですね、まあ例えばね、子供がいて、その子供がね、その例えば小さい子だったら泣いてね、こう声が入っちゃうとか、まあズームだと、そのなんていうのかな、自分の声をね、こう聞こえなくするっていうボタンもあるらしいんですけども、なかなかね、慣れないと、やっぱりわからないでね、その自分のね、バック、この背景が映っちゃったりとか、まあそういうね、家族の声が入っちゃったりとか、まあそういうのもあるんで、まああとはですね、その講演を、まあそのね、ビデオで撮影して、YouTube とかにね、公開して、まああと限定ね、公開みたいな形で、まあアドレスを知ってる人だけがこう見られるとかね。だから申し込んだ人に、その YouTube のね、アドレスをこう送って、まあそこから見るというような形だとね、そういう方が、Zoom みたいなね、まあリスクもないんじゃないかなというふうには思いますね。なかなかね、その、一回一回パスワード設定してとかね、まあそういう形だとね、やっぱりかなり面倒なんで、まあこれからはですね、その YouTube を使った形とか、まあそういうね、形がちょっと増えてくるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ別のものでもね、
その YouTube でね、アップロードされたものを、これを見てくださいとか、まあそういうようなのも来てますんで、まあこれからですね、講演会の形がちょっと変わっていくんじゃないかなと。ただですね、やっぱり、その、みんなでね、集まって聞くと。やっぱりあと直にね、その先生の講師の人の話を聞く。まあそこから感じ取れるものとか伝わってくるものもあるんで、今後もですね、参加できるもの、まあ興味があってね、参加できるものについてはどんどんね、参加していって、まあいい情報があったらですね、YouTube の方でたくさんね、シェアしていきたいなというふうに思いますね。今回はこんな感じになりますので、それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。